もしもーし、よーあーよーよー、あ、ちょっとお名前教えてもらってもいいですか。ホルライブの清楚担当、みんなのアイドル、なっちろまつりです。あー、ありがとう、まつりちゃん。イエーイ、おめでとう。ありがとう。なんか、まつりちゃんと喋るのも久しぶりかな。久しぶりだね。え、そうだよね、久しぶり。いつぶりだろ。あ、でもなんかさ、レッスンで一緒になったりとかはあるよね、うん、あ、そうね、そうね、ね、レッスンで一緒になったりとかはあったけど、どう、なんかちゃんと二人でこう喋るのい、するのはないよ。もう年じゃない。ないよね。うん、ねんだよね。しかも、レベル、なんだったら前回のとつまちぐらいのレベルの勢いじゃん。いや、本当にそう。え、そう、本当にそう。ね。あ、でもなんか前回もちゃんと来てくれたの、ありがとうございます。今回も来てくれて、まあまあまあ、好きやからね。あ、あ、出た出た、いい匂いするし。そう、いつまで言ってるのマジで。なんか前回もさ、なんかいい匂いするとか言ってた気がする。なんか、いや、本当にいい匂いするしね、肌綺麗だしね、うん、もうなんかもう女だなって思いながら会うたびに思う。え、ちなみにどんな匂いする。え、なんかね、女の子の優しくて、うん、こう、なんだろうな、その、うん、甘い、優しい甘さの香り、なんかお花みたいな。あ、お花みたいな、優しい香りがする。優しい香りがするの、すごく。あ、そう、あ、そうなんだな、うん、なんか、ちょっと言葉にしづらい感じだね。まあね、そんなまつりちゃんにちょっとトークデッキがあるんですけど、はい、じゃ、最近のまつりちゃんの嬉しかったことか楽しかったことかなんか教えてもらいたいなと。嬉しかったことは、まあ、こうやってなきれと久しぶりに話せるこの瞬間が一番嬉しいよ。みんなそう言うんですよ。もうね、さっきの2人もね、なんかそんなこと言ってましたよ。まあ、もう当たり前じゃないですか。本当にそれが楽しかった、嬉しかったことでいいですね。うん、そう、もう1番はまあそれだけど、うん、2番は、うん、あ、2番もある。うん、うん、2番は、うんうん、最近めっちゃ太ったんですよ。あ、そうなの。なんかで、ダイエットを始めねばと思って、うん、うんうんうん、始めて今3日目なんだけど。あ、めっちゃ最近だね。うん、そう、3キロ落ちた。3キロ、え、1日1キロスペースじゃん。そう、え、すごい。太りすぎたからね、うん、多分その分痩せやすいんだと思う。あ、え、すごくない？なんか3日で3キロって。そう、頑張った。もうほぼ、え、なんか断食に近い。大丈夫、ちゃんと食べてね。めっちゃ心配なんだけど。え、でも別にね、そんな女の子の太ったとか言うの、全然太ってないからね。いや、もうそんなことないよ。そんなことない。頑張る。いや、でもね、もうそんなまつりちゃんがね、うん、はい、ダイエットしているまつりちゃんに、はい、今日ダサティをヨガね、はいはい、かわいいやつね、あ、販売するんですけど、うん、1から4番でちょっと好みの、ま、まつりちゃんだったらこれなら着れるかなみたいな T シャツを。全部着れるけど、うん、うわ、悩むな。んー、でも祭りはね、2が好きかな。あ、このヨダヨーの、そう、ヨダヨーのやつ、絵が描いてるやつね。黒がいいな。あ、黒、そう、ね、白は膨張色で太って見えるから、ね、あ、そう。めちゃくちゃ女の子で気にしてる。確かにね、黒がいいな。なんかね、しかも、うん、あとね、うんうん、祭り、いつか欲しいのは、なきりあやめの手形の、うん、あー、なんかさ、小さい頃とかやるよね。なんかあの、そう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 、なんか絵の具塗ってさ、ペタって手とか足とかやるやつでしょ。ラキリのね、おてての T シャツ欲しい。いや、それありだね。ちょっと第2弾ダサ T、 それ出そうかな。足バージョンと手の、あ、ありじゃね。めっちゃ欲しい。あり、いいね、いいわ、ナイスアイディアすぎる、それは。え、ちょっといいね、ちょっとマネちゃんに確認してみよう。うん、買います、絶対。いや、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと、うん、第2弾向けてちょっと頑張ってみます。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、またね。ありがとうね。キュ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